近本教授です。3大コンパクトカーがですね、出揃いまして、ホンダのフィットと日産ノートですね、とトヨタのアクアで、まあ、3年くらい前にですね、この3大コンパクトカーですねの比較というのをホワイトボードを使ってやったんですけれども、各社フルモデルチェンジして、まあ、ああいう比較をね、またやりたいなとかってちょっと思ったんですけど、なんかあの頃はね、本当に E パワー、特にワンペダルで停止まで行けた第1世代 E パワーですね、ノート E パワーと、ホンダの IDCD とトヨタの THS2 で全部ね、みんな結構違う強みをね持ってたんですね。まあ日産の E パワーはやっぱ市街地走行にめちゃめちゃ特化して、超滑らかで、スムーズに停車、特にやっぱ E パワーはね、最初出た時に私が一番感動したのは超滑らかに停止まで行くというところ。やっぱ停止の時にまあ、そこそこ運転慣れてる方とか、私みたいに鉄道ファンだったり、まあ、鉄道ファンじゃなくてもそうかもしれないですけれども、まあ、停止の直前にねブレーキをちょっとこう緩めるってやって、停止時の衝動、まあ、停車時衝動を抑えるようなことっていうのは、まあ、車の運転慣れてる方とか好きな方はねやると思うんですけど、まあ、普通の方って車の興味ない人とかってあんまその辺ってやらなくて、結構カックン停車してる人も多いのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、でもその辺が E パワーは誰が運転してもめちゃめちゃ滑らかに止まれるっていうか、やっぱりね発進停止が多い環境で非常に滑らかに止まることができた。もちろん E パワー そのエコモード S モード慣れるまで若干時間かかるかもしれないですけど、まあでも基本的に結構すぐね慣れるかなと。それこそ本当にディーラーで試乗して、ちょっと試乗して、あいいねってなって、まあ5分ぐらい乗ってればある程度慣れるみたいな。最初は多分ブレーキ離しちゃって強く減速しすぎちゃうみたいなことあると思うんですけど、まあでも比較的こうすぐ使いこなせて、その辺がすごくやっぱり市街地走行にめちゃめちゃ特化してたというところですね。その辺はやっぱトヨタの THS よりもはっきり、まあ市街地走行には向いてるという言い方がね万人受けというところでできたというふうに思います。で、まあ IDCD は IDCD でやっぱり郊外走行の、まあ燃費とか、あと高速のね、まあ、郊外と高速ですね、特に高速の小気味の良い加速と、あとはパワーですね。やっぱり高速域でもあれだけね、パワーがあるシステムっていうのは他にないですから、まあ、そのエンジンプラスモーターっていうのを足し算的に出力できるというところですね、うん、ということと、あとはやっぱり音とかね、まあその音、ホンダのエンジンオンというところでホンダらしさがすごく、ありましたからね。特に高速域で、スポーツモードとかを使って、走ると、まあエンジンブレーキも、まあ本当はねハイブリッドだからエンジンブレーキ使わない方がいいっていうのはあるんですけど、バッテリーが満充電にならないうちはね。でも結構エンジンの音がすごくいい音がするから、なんかそれを聞きたいっていうところで、まあ、スポーツモードとかね、まあ、あるいはパドルシフトがあるモデルだったらそういうのを使うとかいうことで、結構運転が楽しみで、本当にね燃費と効率を両立するハイブリッドシステムだった、まあ、もちろんトヨタと比べると、まあ、燃費よりもスポーティーなところ路線ですけど、私みたいに超効率志向な人間でも、まあ、運転の仕方、まあ、いろいろ一速三速しないかいとか、まあ、4速エンジン始動とかいろいろね、まあ、要は変速でねロスするんですけど、その変速の回数を減らすことによって非常に効率よく、まあ、ほぼだからモーターだけで走って、途中からエンジンにバトンタッチって時に、最初にそのモーターだけで走ればエンジンであんまり変速しなかったらすごく効率がいいんで、 THS 以上にねのことも追求できたりとか、まあ、郊外走行とかだったらするんで、まあ、今の最新型の3気筒のねヤリス系の THS2 とはちょっとね比べるとまあ不利かもしれないですけど、高速とかに関しても。でも高速もこれ実装走行でね、比較してまあかなりいい燃費ね言ってましたからね。本当フィットとアクアとヤリスっていうのはあんま変わらない、まあ、アクアがちょっと上かなっていうのはあるんですけど、まあ、空気抵抗とかいうところも大きいと思うんで、とにかくフィット3ハイブリッドはじゃあ燃費がほとんど一緒でパワーは圧倒的にフィットあるので、まあ、もちろんちょっとタイムラグがあるとかそういうのはありますけど、いざ出力した時のパワーっていうのはもう圧倒的にトヨタよりもあるんで、まあ、効率が良くって、でかつパワーもあるってなったらやっぱりねいいなっていうふうに思うわけですね。じゃあちょっとエンジンかけますということで、うん、まあ、あとねエンジン始動停止を思いのままにコントロールできる、まあ、そこはちょっとトヨタの方がやりやすいところはあるんですけれども、まあでもね機械の特性を知っちゃえば結構ね、いろいろ効率よく走ることもできるし、スポーティーにも走ることができるし、その辺はね人によって、まあ、私はもう徹底的に効率志向なんで、まあ IDCD もどっちかというと効率の良さっていう魅力をこのチャンネルではお伝えしてたんですけれども、
うん、とにかくやっぱ郊外走行、高速走行にすごく特化してた。で、じゃあ TTS はどうかというとやっぱ総合力ですよね。で、あのすごく、まあ良かったというところです。まあただちょっとアクアは若干ね、あの長くずっと売り続けてたっていうところもあって、特にシステム関連はほとんどマイナーチェンジなかったんで、その辺 IDCD とかはね、途中で、マイナーチェンジだけど変速機が変わったりとか制御も結構変わったりして、まあそのハイブリッドシステムの制御ってところで大きく変わったりしたんで、まあその辺のそのやる気っていうか、なんていうか気合い入れてるなってところが分かったりして私は評価してたんですけど、まあ e パワーね、その辺はもう2016年で結構新しいんで、そういうのはまあなかったけど、でももう十分最初から魅力があって、あんまり特にやっぱ e パワーって制御はね最初から割と完成されてるかなっていうふうに思ってたんで、うん、あんまりここおかしいだろうっていう制御はなかったんですね。どうしてもコストの部分で、まあ、あここはちょっと妥協してるなっていうのはあるんだけど、でもそれもすごく高いレベルでの妥協っていうか、非常にそのワンペダルができるから、まあ、例えばブレーキのね、ブースター、威圧ブレーキ、あ、その回線吸収ブレーキになってないとかっていうのも全然ネガにならなかったんですね。むしろ、まあ、ワンペダルでずっと走ってれば回線吸収ブレーキなんかいらないよねっていう話で、まあ、理にかなってたわけですね。というところで、本当に3年前の比較はめちゃめちゃ私もね、それぞれいいところがあって、もう本当に三者三様でみんな違ってみんないいから、本当人によってね、評価は変わるなって思ってたんですけど、ところがですね、まあ3年経って、いや本当ね、3年とか経つともう全然世の中変わっちゃうもんですね。まあ、それはもうね、あの、この新型コロナウイルスのね、関連でもすごく思いますけれども、うん、とにかく自動車業界も、3年前と今でやっぱり全然変わってるなっていうところで、うん、思ってまして、で今のねやっぱアクアとフィットとノートですね、比べると、まあノート e パワーはちょっと違う路線で行ってて、でアクアとフィットが割と同じ路線行ってるなって感じに思うんですよね。で前はだからそれこそ本当にさっき言ったように、まあ性能面だとそのまあ、市街地特化が e パワーで、郊外高速特化が、まあ、特に高速特化が IDCD で、全般総合力で THS2 だったのが、今は、まあ、市街地特化してなくて、だから郊外より、市街地よりも郊外かな、まあ、郊外中心で、まあ、あんま特化してるものがない e パワー、まあ、そのモーター駆動ってところはあるんだけど、市街地がいいってちょっと言えないから、まあ、ちょっとふんわりした感じになっちゃって、まあ、とにかくモーター駆動の強み。パワーとかってからいいパワーなんだけど、ホンダのフィットは何かっていうと、うん、まあモーター駆動だからちょっといいパワーと被ってるし、燃費もまあそこそこだけでやっぱトヨタにはちょっと及んでないってところで、でトヨタはもう全てをこうブラッシュアップしてきたってところで、もう申し訳ないけど明らかにトヨタが優勢なんですよね。でそれを私がこのチャンネルはまあパワートレインの結構効率寄りのチャンネルなんで、私が言うのはまあ当たり前だっていうのはちょっと自分で言うのはなんですけど、多分まあ、皆さんご理解いただけると思うんですが、それ同じようなことをもう川口学さんとかゴミさんとか、要はモータージャーナリストも言っちゃってるんで、これはちょっとまずいなっていうふうに私は思ってるんですね。で私はやっぱ効率志向の人間なんで、当然トヨタ優位というか、トヨタをそんな悪く言えないというか、あのまあ言う時もありますよ。ノアボクとかね、ちょっとあまりにも手を抜いてるというか、力入れなさすぎとか、そのパワートリーに関して、あの車体の割に要はパワートレインのが非力というか回線もあんまできないとかって言いますけれども、やっぱコンパクトカーレベルはそれなりにやっぱ売れる車だし、トヨタもそこそこちゃんとやってきてるし、まあ、今回アクアはもうフルモデルチェンジして、もう、まあ、ニッケル水素電池でも全然今回パワーアップしてきて、非常に、まあ、むしろパワートレインは思ったよりもすごいいいっていうか、そのね妥協を感じられないというか、なんかめちゃくちゃ良くなってるから、だからパワートレイン面でいうと、やっぱもうアクアが圧倒的なんですよ、効率面というか、まあ、いや効率がでもいいってことは万人受けするってことで、じゃあアクアはそのモーター駆動感が e パワーに比べて劣ってるかっていうと、まあ、若干劣ってるかもしれないけど、でも劣ってるっていうも言えないというか、うん、全然不足ないし、そもそも高速走行でもこうモーター駆動感を求める人ってがそんなにいるのかなっていうふうに思っちゃいますし、てか高速でねモーター駆動したら効率悪いですからね、あの、まあ、ガソリンエンジンを積んでるハイブリッド車としてはの話ですけど、こういうところでなんか別に普通の人はそんなこと気にしないと思うし、てか効率気にする人はむしろね高速はエンジンで走りたいっていうふうに思いますから、うん、そういうところで言うとなんかねもうちょっと怖いですね。今後アクアがバンバン売れて、でノート e パワーはまあそうは言ってもね、このチャンネルはやっぱパワートレインの
チャンネルなんで、どうしてもね、あんまり評価できない部分はあるんですけど、先代の方が良かったみたいになっちゃう部分はあるんですけど、その強みがはっきりしてたから。だけど、まあそう言ってもノート E-POWERは結構かっこいいっていうか、路線がね、アクアとかフィットとは違うと思うんで、上質さっていう感じ。ちょっとやっぱ男性向けって感じはちょっとしますけど、まあそうとも言えないのかな。まあとにかく少しこう、ノートとかアクアとは若干違う、広さをこう追求してっていうのとはちょっと違うんで、まあ、あれはあれでキャラクターは分かれてるからいいのかなっていうふうに思うんですけど、ただやっぱ問題はね、フィットですよね。フィットがもう完全にアクアと同じ路線に行ってて、まあ完全にって言ったらあれがちょっと語弊があるんですけれども、まあ、私なんかね、特にあのヘッドライト、あのアクアの上のグレードのヘッドライトがパッと見なんかフィットとそっくりで、まあ、あれは完全にアクアフィットパクったなというか、あのちょっとキャラクターが似すぎてるよなっていうのがあってですね、まあもちろんその内装というか、内装とかエレクトロシステマチック採用したってところは、どっちかというとその、まあフィット3に似てるところなんですけど、とにかくというか、そのフィット3とフィット4のちょうど間みたいな感じで、もうまさにホンダの客をごっそり取ってやろうみたいな、取ってやろうって思ってるか分かんないけど、なんか結果的にホンダの客がごっそりこう、ホンダファンじゃない、いわゆるホンダ党の方、ホンダ大好きって方じゃないフィット3ハイブリッドが、あ、いい車だと思って買った方ですね、がどんどんもうアクアに乗り換えちゃうかなっていうところで思っちゃうんですよね。だからホンダさんはちょっと今後どう、なんか方針転換というか、方針転換じゃないな、まあなんかもう一つだから、コンパクトカーでフィット3からの乗り換え需要を満たすような車っていうのを、まあ今から開発しても遅いですよね。でもね、だからなんかちょっとその顧客が離れそうでっていうか、もうすでにこのチャンネルなんでいろいろコメントいただく方のご意見では、やっぱりフィット3乗ってて、フィット4はあんまり魅力的じゃないって方が、この前ね、私あのフィット4が売れなかった理由の一つで、デザインっていうのが結構大きいんじゃないかみたいな話をしましたけれども、まあ、その動画でいろんなね、コメントいただいて、すごく私も勉強になってありがたいんですけれども、本当にいろんな意見がね、ありますよね。パワートレインのことをおっしゃる、思ってる方もいると思いますけど、まあ、デザイン面でもやっぱある程度の方がね、ちょっとなっていうのはあるっていうのは、まあ、あの動画からも分かりましたし、まあ、いろいろなご意見がね、あると思うんですね。で、まあ、でもなんかその、まあ、デザインもそうなんですけど、やっぱパワートレインっていうところの魅力で、なんか、まあでもパワートレインよりやっぱデザインの方なのかな。ちょっとフィット3からのユーザーがごっそりアクアの方に行っちゃったら、アクアとか、まあヤリスもありますからね。まあスポーツ、よりそのドライバーズカーってところ考えたら、アクアよりもヤリスかなってところあるんで、まあその辺ね。なんかちょっとホンダの顧客が、既存の顧客がちょっとトヨタに行っちゃわないかっていうのがすごく心配です。で、まあこの話はね、ちょっと似たような話を日産の E-POWER、新型 E-POWER 乗った時に言ったと思うんですけれども、市街地走行でね、やっぱりある程度トヨタに対して、まあ強敵であってほしい。特にホンダはもうハイブリッド、そのインサイトとかでね、とかフィットの2ハイブリッドで、ある意味トヨタを本気にさせたというか、本当あの頃のホンダってすごかったなっていうふうに思うんですよね。天下のトヨタを、まあ、本気にさせて、アクアが登場して、まあもちろん元からああいう計画あったんだろうけど、でもやっぱ価格とか、あの時の価格とかを見るとやっぱね、あれなんですよね、その明らかにフィット、あのホンダとトヨタっていうのはこうお互いを意識してるっていう感じで、でお互い切磋琢磨していい感じでね、来てたと思うんですけども、そこであと、まあ、あのフィット3ハイブリッドが出た時もやっぱり燃費っていうのはすごく求めて、で燃費だけじゃなくてやっぱ走りの楽しさっていう両方でね、フィット3ハイブリッド出てきて、まあいろいろリコールとかって大変ではあったんですけれども、まあでもそのリコールでね、まあ信頼を失ったっていう部分は一部あると思うんですが、でもそれで結局フィット3ハイブリッドを、もちろんそれで、まあ、会社に対しての信用を落とした人もいるとは思うんですが、でもなんだかんだリコールがありながらもフィット乗り続けてる人って結構いるんですよね。で特に、まあ、有名どころで言うと、まあ、タケ TV100 のタケさんとかね、まあ、タケさんなんていうのはもうインフルエンサーでありながら、だからインフルエンサーとしてはね、車のチャンネルやってる身としては普通、まあ、車も3年ぐらいで乗り換えると思うんですよ、魅力的な車があればもうなおさら。だけどそれをフィット3に
4年5年ぐらい乗り続けてらっしゃいましたよね。だからそれを言うと、であの方はまあ結構ホンダ好きっていう方ですけど、乗り換える車がなかったっていう話なんですね、ホンダにね。フィット3の後継として、なんかあんま魅力的な車がなかったっていうか、まあホンダ E が出てきて乗り換えられましたけれども、うん、なんかその辺やっぱちょっと既存の顧客をこう囲い込むというか、フィット4は完全にこう新規を狙ってるっていうのは分かるんですけど、まあ、それはそれで必要なことなんですよ、その新規顧客を開拓って。でもやっぱりホンダっていうのはまあ業界で一番ではない、やっぱトヨタが一番で、ブランド力としてはトヨタが一番なので、まあその万人受け路線でいうとやっぱトヨタが一番強いっていうのは、特にアクアとかね、コンパクトカーだったらってあると思うんで、そこを意識しつつ、やっぱりその自社の強み、他社にない自社の強みっていう路線を、それが分かりやすい形でね、作っていくっていうのが、まあ、メーカーとしては大事だと思うんで、まあ、もちろん万人受けを狙う車があってもいいんだけど、まあ、フィットの3がちょっとそういうわけでもなかった部分があるんで、それの後継っていうのはやっぱりね、社内でもあった方がいいというか、ないとそのフィット3ハイブリッド、まあ、フィット3乗ってた方がどんどん後継機種が社内になくて他社に流れるっていう風になっちゃうかなっていうところで、うん、なんか非常にね、そのホンダの、その今後のね、その顧客がトヨタに流出しないかっていうのが心配ですね。でそれでまあやっぱトヨタが一強になってしまうと、まあその競争としてもね、うん、せっかくだからこれはもう前から言ってる通り、ホンダさんこそやっぱトヨタさんに技術力で勝負できる会社っていうのはやっぱり日産じゃなくてホンダだと思うんで、ホンダね頑張ってほしかったんですけど、まあ、そこはでもやっぱりそうは言いつつも、まあ、特に燃費っていうところでトヨタに勝つっていうのはこれは得策じゃない、トヨタに勝とうといろいろ投資するのは、まあ、特に数値の部分ではね、それはもうやめた方がいいっていうふうには思いますから、あそういう車もあってほしいなってのあるんで、個人的にはそういうこともやってほしいって思うんだけど、まあでもそれはすごく体力のいることだし、まあ、そこまでの体力っていうのはもう今のホンダにはちょっとないかなっていうのはまあ薄々わかるので、やっぱり利益っていうのを追求するために、売れる車っていうのを作るっていうことだから、選択と集中っていうのはまあ合ってるとはいいことだと思うんですけれども、ただやっぱり選択と集中の方向性としてちょっとこう既存の顧客をないがしろにしてるんじゃないかっていう気がしちゃいますね。でその辺がやっぱり昔と違って、今はもう多様性に、ユーザーの多様性に応えていくっていうような姿勢を見せていく必要があると思ってまして、昔はね、もう本当にだから提案、メーカー側からの提案ですね、プロダクトアウトっていう言い方をしますけれども、こうメーカー主導でこういう車、こういう使い方の提案、こういう新しい価値観の提案をしますみたいな感じで、よかったと思うんですけれども、ただ今はねやっぱりちょっと違ってきてて、やっぱりユーザーの声を聞く、ユーザーの声を、まあ、実際ユーザーの声が反映できなくてもユーザーの声をこう反映させようとしてるみたいなところはお客さんに対して、印象付けないとちょっとどうなのかなっていうふうに思いますね。その辺はまあ日産にも言えることなんですけど、日産もやっぱワンペダルを今回なくしたっていうのは、なくしたってあれはもう仕方ないことなんだけど、あれをなんかそのお客さんの意見を聞いてこうなりましたみたいにしたいっていう気がするんですけど、してるのかなわかんないけど、その辺日産のディーラーさん行ったらどういう風に言うのかわかんないですけど、それにはちょっと無理があるかなっていう風に私は思ってまして、だからこそね、ちょっと正直にその辺はワンペダルができなくなった経緯とかっていうのは、まあ聞かれたらお客さんに対して話さないといけないかなと思うんですけれども、それはあなたたちお客さんの意見で、こうなりましたとか、お客さんが、皆さんがブレーキペダルを踏まないから危ないからこうしましたとかっていうのは、それはちょっと私だったら怒りますよ。だってブレーキペダルを踏まないで目的地まで行きましたみたいな宣伝をしてましたからね、まあ、それお客の声だっていう前提でたんですけど、でもそういうような売り方をしてたわけですから、そこがそのイパワーの良さみたいなことをね、それはちょっと無責任というかそんなこと言っときながら、いやお客さんがブレーキを踏まないから危ないから、ブレーキ踏んで止まるようにしましたとかっていうのは、ちょっとそれはねないでしょって思っちゃうんで、なんかね
日産、まあでもそう、ホンダはまああれなんですよね、一応技術力としてはというか、まあいろんな技術を持ってるんで、まあ、IDCD っていうのも一応あって、まあ、IDCD はもうちょっと技術的にというか生産技術的にどうなんだろう、もう生産できないのかもしれないですけど、でもまだ IDCD 車結構あるからどうなんだろうな、まあうん、ちょっとわからないですけど、いや日産が特にね、やっぱワンペダルができなくなっちゃって、全電気ブレーキのね、したらリーフみたいなワンペダルを採用するって話になると思うんですけど、それはちょっとコストがかかりすぎるかなっていうところで、ちょっと日産が技術的に積んでる部分はある気はするから、ちょっとホンダよりもしかしたら日産の方が状況が深刻な気もしなくはないんですが、でもまあ e パワーはノート e パワーのキャラクターというかね、デザインとかまあ方向性はまあその競合を避けるというところではね、自社ならではの強みっていうのをこう言ってる気はするので、そこはいいかなっていうふうに思いますけどね、うん、だから問題はやっぱりホンダかな、うん、ホンダさんだからちょっとね、まあ私もね、一応ホンダ車に乗ってる身としてというか、まあトヨタはちょっと最近あまりにも強すぎるかなっていうふうに思うんで、健全なこの競争っていうね、いうのができないとちょっとトヨタも一人勝ちになっちゃうといろいろ良くないんで、まあ、そうすると、まあ、トヨタもねあんまり、あ、じゃあ勝てるからいいやって言っていろんなところをこう手を抜いてしまうと、まあ、トヨタはね安全性とかそういう部分に関しては手を抜かないと思いますけど、質感とかね、とにかくお金かければいいところをお金かけないとかっていう風にしていくと思うので、そうするとね、まあ、商品力としても、まあ、その競争は他社がちょっと弱い弱いって言ったら申し訳ないけどね、他社に合わせてその辺はいろいろね調整してると思うんで、まあね、ちょっともう少しトヨタを本気にさせる、いやトヨタ本気にさせるっていうのは無理か、でもまあなんかもうちょっとトヨタの強力なライバルであってほしいなっていうふうに思うんで、なんかそこら辺、まあホンダとか日産頑張ってほしいなと思いました。だからこのチャンネルはやっぱりトヨタ寄りの思考になってしまうんですが、ぜひね、まあ、日産車とかホンダ車で、あ、これいいなっていうふうに思ったらもう買っていただきたいなというか、うん、まあ効率とかね、いろいろこのチャンネルでは追求しますけれども、まあやっぱりそうは言ってもね、まあ私自身もやっぱり効率だけじゃなくて、やっぱこの車はね、自転車が入るってところで選んでますし、まあそういうなんか、あ、これは他にないっていう魅力を感じた方はぜひね、もう買っていただきたいな。特にちょっとホンダ車とか日産車だったらなおさら、そういうのあったらね、ぜひもう買っていただきたいなっていうふうにちょっと思いますね。まあそのトヨタに対して、の競争力を高めるという意味でもね、まあトヨタ車はそれで、まあちょっとプリウスとかに関してもね、いろいろ私はね個人的にはすごく好きなんだけど、もうプリウスとかは、うん、まあ、叩かれる存在ではあるのは仕方ないと思うんで、私別にプリウス叩いてる動画に対して何か言うつもりはないんで、っていうかちょっとその人精神的に大丈夫っていうふうに逆に思っちゃいますけれども、うん、基本的にね、そういうちょっと過激なことを言っている方っていうのは、あんまりその人自身の生活があんまりね満たされてないからそういうこと言ってると思うんで、私もそういう傾向があったんで、過去にね、自分自身の恋愛とかがすごくうまくいってない時とかっていうのはちょっとやっぱり他人に対していろいろ噛みついたりとかしてたんで、こともあると思うんで、なんかそういうところね、逆にちょっとなんかあったのっていうふうに心配になっちゃいますけれども、まあいいですよ、トヨタ車はどんどん叩いていきましょう、どんどんトヨタ車はみんな叩いて、皆さん叩いていってくださいよって相対的にね、ホンダとか日産がやりやすいような土俵を作るっていうのが我々ユーザーというか、まあうん、ちょっとそういうところも考えていかないと、ちょっとあまりにもトヨタが強すぎて、うん、なんかちょっとちょっと3年前と比べるとなんか残念だなっていうか、競争がすごくトヨタが独り勝ちになってきてるし、ってる気がするし、直近で言うとやっぱフィット今でさえね、販売あんまり不振とまで言っていいのか分かんないけど、あんま売れてないようなのが、まあアクア出ても明らかにどんどん売れなくなっていくかなっていう未来は見えるんで、うん、
まあでもフィットはフィットでいいところありますからね。特にその上質さっていうところと、まあ優しさ、その心地よさってところですね、うん、に関しては確かにいいと思うんで、ただやっぱ効率を求める人間としてはもう全くちょっとっていうのはあるんですけど、まあいいところはあるんで、そういういいところがいいなって思った方はぜひね、もうあんまりね、私はいろいろこういうこのチャンネルで細かいことをああだこうだ言いますけれども、まあそういうのは話半分で、まあ結局決めるのはね皆さんですから、まあそういうところでぜひね、あんまり他の人の意見に流されないで、自分の意思で他の人がどうこう言おうと、うん、買っていいんじゃないですかねっていうふうに思います。